かつてはペリーがやってきた、それで外圧ってことで日本変わった。で、1945年は戦争に負けた、マッカーサーやってきた、それで変わった。だけどそういう戦争に負けるとか、ペリーの訪韓外交とかいうことじゃなくて、オリンピック・パラリンピックというものすごい明るい話題で日本が変えられる。これは、ね、非常に喜ばしいことだと思っております。で、ただ3.11、この大震災、津波、私は東北地方、何度も足を運びました。大変悲惨な状況だ。もし東京にあれぐらい大きな地震や津波がやってきたらどうするんだろう。もう最悪の事態考えれば、オリンピックの最中にああいう大災害が起こったらどうするんだろう。私は危機管理っていうのは最悪の事態を考えて備える。東京をですね、災害に負けない都市にするんだ、そういう思いでハードソフトを含めて防災ということに全力を挙げる。まあ、世界中からアスリートを含めてお客さん来られてるときにそういうことがあってはいけません。まあ、首都高速なんかこう見てますと、ひび割れが来てる、やっぱこれは直さないといかないんじゃないか。東京五輪という大きな目標があれば、全力を挙げてこの東京を改造するということができると思います。それからやっぱり青山通りっていうのは毎日のように私も移動に使ってますけども、あんな素晴らしい道路が東京にできました。新幹線もこれ東京オリンピックがきっかけでした。で、まだまだ東京を変えていいとこたくさんあると思いますね。本当のおもてなしというのはやっぱり素晴らしい。なあ、この街は人々の心も素晴らしいし、やっぱ東京来てよかったな、こう思えるような街づくり、それやっぱ防災ってことをやらないといけないと思います。まあ、それから3番目にですね、力を入れたいのは、なんといっても社会保障です。私の政治の原点は母親の介護だったんで、本当に苦労しました。だから家族も大変だし、例えば認知症にかかられるお年寄りも大変なんで、まあ、厚生労働大臣になりましたから、全力を挙げて医療、介護、年金、それから雇用、取り組んでまいりました。東京は高齢化が非常に急速に進んでます。だから施設特有の問題も老健の問題もあるし、それからやっぱり働いてる現役の皆さんが親の介護で仕事できない、こういう深刻な状況は一都民としても、また厚生労働大臣として行政のこの長としてその仕事をやらせていただいた経験からも非常に深刻に考えておりますんで、本当に東京で生まれてよかったな、子どもたちがそう思えるような東京、そして生き生きと働いていけるような東京、そして、まあ、年を召されて医療介護必要になっても本当に十分なケアができる。私は東京っていうのは素晴らしい医療技術が集積していると思いますから、社会保障を充実させると、そういう東京にするんだということを厚生労働大臣としての経験を生かしてやっていきたいと思っております。今雇用の問題を申し上げましたけど、やっぱりみんなが仕事を持って生き生きと働ける東京っていうのが必要なんで、何としても経済を良くするんだ、まず東京が日本の経済を引っ張っていく。幸いアベノミクスで株価含めて景気がこう上向きになってます。だけどもっともっといろんなことをやらないといけない。それはやっぱ成長戦略だと思います。成長戦略をどうしてやるのか、人材も技術も産業も素晴らしいものが東京に集積していると思います。幸い先般国会で特区、特別区ですね、特区の法案が通りました。私は東京を特区にしていろんな規制でがんじがらめで大きな仕事ができないところを、この特区は自由にやってみるんだ、東京が先鞭をつけるんだ、そういう思いで、これは政府のご協力もいただきながら、
東京から新しい試みをやってみませんか、これだけの人材がいて、これだけの技術があったら、必ず成功すると思います。やっぱりみんな豊かになって、経済良くなって、それじゃなければ、オリンピックで、パラリンピックで、多くの人を迎えられないと思います。で、私は厚生労働大臣の時にパラリンピックの担当をいたしました。オリンピックの選手とパラリンピックの選手を同じゴールドメダル取っても、報奨金が違うって、なんとかならないのかねっていうんで、一生懸命これ、上げる努力をして、皆さんのお力でだんだん近づいてきてますけれども、本当にパラリンピック、それからスペシャルオリンピックっていうのも別途ありますけど、こういう心身に障害を持たれた方が、本当に生き生きやってる、これはね、夢と希望を本当に多くの国民に与えると思いますので、オリンピック、パラリンピック、これの成功に向かっていろんなことをやりたいと思ってます。そして私が一番心配してますのは、自分がランナーとして、陸上競技の選手として、夏の暑い東京でマラソンやって大丈夫かなっていうのは、世界一流のマラソンランナーが走って事故でもあると大変ですから、やっぱりそのためにもですね、なるべく東京の空気を良くしたい、だから渋滞をなくす、不要不急の車を使わないで済むように、例えば自転車レーンというのはもっと充実した方がいいんじゃないかな。ヨーロッパでの生活長いんですけども、もうヨーロッパ先進国というのは車と自転車と歩行者のこの、ゾーンがしっかりしてて、個人の立場に立って言うと、自転車通勤通学すると健康のためにもいいし、ガソリンも使わないし、お金も使わないし、そして東京の空気きれいにする、いろいろ難しい問題、解決しないといけない問題があると思いますけども、例えばそういう発想を持って やって、その夏のオリンピックであっても快適な環境で、例えばマラソンランナーが東京を走ることができる、そういうことができるように、考えております。そしてやっぱり世界一の東京を目指すんだと、都市のランキングでニューヨークとかパリとかロンドン、そして東京も上の方に入ってますけども、ロンドンオリンピックのおかげでロンドンの地位が上がったんですね。私はこれだけ素晴らしい東京の街が、みんなで世界一の都市を目指して頑張ろうじゃないかと、世界一の東京を作るんだと、史上最高の東京オリンピック・パラリンピックにするんだと、そしてどこよりも先駆けて東京から日本を変えていく、東京から世界を変えていく、こういう思いで大胆に政策をやっていく。そしてこれは都知事一人でできる話ではありません。都議会の皆さん方のご協力をいただいて、都民の皆さんの協力をいただいて、そして全国民の協力をいただいて、オール東京で、オールジャパンでやって、初めて輝かしい成果が生まれると信じておりますので、皆さんの素晴らしい意見に耳を傾けて、そしていい意見は採用する、きちんと都民との対話、都議会との協力、こういうことを踏まえた上で、最終的な責任は私が負った上で判断いたしますけれども、しかしみんなの力でやれば、これだけ素晴らしい東京都民、これだけ素晴らしい日本国民がいるわけですから、必ずこういう政策は実現できると信じてますので、この政策を掲げて、政策を中心に正々堂々と都知事選挙を戦って、有権者の皆さん方、都民の皆さん方の信を問いたい、そう思っております。以上が私の政策でございます。ありがとうございました。次に入ります。松尾さん、手を挙げた方は指名してください。いや、指名してくださって結構です。それで挙げられた方、所属とお名前いただければと思います。フジテレビの椿原と申します。どちらにおられます？はい、すみません。よろしくお願いいたします。
舛添さん、先週あたりから出馬の意向を事実上表明ということをされていましたけれども、はい、そこからおよそ1週間経って少し期間があったと思うんですが、なぜ今日の今のタイミングで出馬を表明されたんでしょうか。はい、その前に私は先の参議院選挙でなくて少し充電した方がいいだろうと思って、読書をしたりいろんな政策の勉強をしたりしておりました。そしてまあこういう事態になったときにお会いする都民の皆さん方がのんびりしてないで働けってことをおっしゃるもんですから、まあ、そういうことがきっかけでございます。だけど政治の世界で物事を進めるということは一人ではできません。それは大臣の時もそうでした。したがって、都知事も都民から選ばれます。しかし都議会の皆さんからも都民から選ばれている、両方正当な代表なんですね。そうすると、そういう方々の協力をしっかり仰がなければ、都政は前に進みません。それとともに、オリンピックのような大事業、それから東京から日本帰るんだっていうんだったら、政府ときちんと協力するべきはすべきです。そうすると、今、政権を担っている政党は、自民党と公明党、これ国政でありますし、また都政でもその2つの政党が多数派を形成なさっている。私はそういう方々のご意見も拝聴して、協力できるところは協力するということをやって、きちんと仕事ができる体制を整えるべきだと考えました。それで先週都議会の自民党の方々と意見交換をして、大筋の方向で私が先ほど申し上げましたような政策について一致すると。だ、政策中心ですから、じゃあ協力しましょうと。で、先ほどですね、公明党の皆さんから政策を聞きたいという申し出がありましたので、約1時間弱説明をいたしまして、政策の議論をいたしました。で、公明党の皆さん方はこれから正式に機関決定をなさるということですけれども、先ほどの意見交換をやった限りにおいて、非常に政策的に同じ方向だからやっていけるというようなこともおっしゃってくださいましたし、公明党の皆さん方がこういう政策どうだというような政策提言もなさってくださいましたので、私は必ず同じ方向で仕事をしてくださるというその決定が近いうちにあると思ってますけども、そういうことはきちんとやはり手続きを踏んで、政策ですから議論をして、その上でないとできないと思いましたので、今おっしゃったご質問で1週間かかったのはなぜかっていうのは、そういう手順を踏んでましたということでございます。今回の都知事選は一部では後出しじゃんけんというふうにも、一部では今回の都知事選は後出しじゃんけんではないかというふうにも言われていますが、やはり先ほど舛添さんがおっしゃったように、先に出馬表明をしてから自民党公明党の支援を仰ぐという形ではやっぱりダメだったんでしょうか。私は事実上出馬の意向ありということはすでに申し上げておりました。しかしただ出りゃいいってもんじゃありません。出る以上はどういう政策なんですか。でいろいろ文章にしていろんなコラムで書いたり、する場面があります。自分のネットもあります。そこでオリンピックはこう思ってますよ、それから社会保障こう思ってますよ、経済こうですよってことをどなたでも見れるように出してきました。で当然自民党の皆さん方も公明党の皆さん方も克明にそれを読んでおられます。その上で判断、私はだからただ出ますよって先に言うっていうのは、まあ、逆に無責任で、きちっと政策も固めていって、それでご判断を置きたいということで、私自身が14年前に選挙に出て、まあ、多くの方出られて、最後、石原慎太郎さんが最後に出られて、勝たれて、まあ、それ以来、後出しじゃんけんみたいになってますけども、私はその、意識して先に出すとか後に出すとかいうことじゃなくて、選挙に出る以上は必ず勝って、そして都知事として仕事するんだ、そういう思いでやらなければ無責任ですから、そのために仕事ができる体制と政策を固める、まあ、そういうことが基本でありまして、
あのじゃんけんの後先はありません。はい、どうもすみません。ニコニコ動画の七尾です。はい、どうも、あ、よろしくお願いします。はい、あの2つあるんですが、はい、まずですね、今回いろいろな意見あるんですけれども、今回のその東京都知事選でですね、あの原発政策をの是非を争点とする問題についてまず教えてほしい。そしてその是非についてですね、はい、それとあのご自身のですね、原発政策に関するお考え方、あ、考え方について、この2点お願いします。はい、あの東京は日本で一番電力を消費する町です。で、私たちはこの電力のおかげで、快適な生活を送れてます。で、私はあの東北 の、 あの大震災が起こる前からもういつも言ってたのは、沖縄と福島の、いや、ないし新潟の方々の方に足向けて寝れないじゃないかと。あの基地の負担っていうのは 75% 沖縄で集中して、そのおかげで日本の安全が守られてる。私たちのこの電気っていうのは新潟とか福島で作られてる、もうそのおかげです。だから本当にあの震災の後福島に行っても本当悲しい思いで、何とかしたいという思いでしたね。そこで私も脱原発ということを常にそれ以来言い続けております。あの国民の大多数が原発に依存しない社会を作ろうというのは、これはもう当然コンセンサスになりうるというふうに思っております。ただじゃあ具体的にどうするんですかっていうときに、これあの2番目のご質問も同時にお答えいたしますけど、あの風力であるとか太陽光っていうのはもう釈迦に説法ですけれども、あの安定性とか価格とかいろんな問題があるんですけれども、いずれにしてもじゃあ原発がなくなった場合に代替エネルギーをどういうパッケージでやるのかということはしっかり考えないといけません。それであの電力を作ってる各地の皆さん方に大変ご苦労をおかけしてるんで、それはあの電力関係の法案なんかで少なくとも財政的な支援をみんなでしようということをやって、東京都もそういう一部いろんなあの負担はやっておりますけども、それとともに私が考えてるのは、消費地として何ができるかな、それは省エネ含めてしっかりやらないといけないとともに、やっぱ電力っていうのは分散型の発電を考えて、あの東京で自然エネルギーというか再生可能なエネルギーの比率を増やす努力をしたいと思うんです。そうしないと福島や新潟に作っててもらって自分らは使うばっかりだというのは、これは大変申し訳ない。で、あの下水道の水とかいろんなのを使って小型の発電機作ったり、バイオマスを使うとかいろいろやってます。今東京都 の、 その自然再生エネルギーの比率が 4% 程度なんですね。だからできればみんなで努力して2割ぐらいは自分たちで自然再生エネルギーをやろうじゃないか。例えばそういうことを一歩一歩積み重ねていって、一日も早く原発に依存しない社会を作っていく、そういうふうに思っております。ですから私はあの原発の話なんかしちゃいけないということではないです。消費として、一国民として、一都民として、絶対にエネルギー問題考えないといけない。だけどその時に自分たちが何ができるかということを考えながらやっていくんで、これもあのいろんな方々の知恵を拝借して都知事になれば、そういう方向でやっていきたいと思います。あの決してエネルギー問題に無関心であっては東京都民はいけないと思っています。追加なんですけど、はい、あのまあ、政府と連携と冒頭おっしゃいましたけども、うん、政府は現政権を必ずしも今脱原発ということはおっしゃってないと思うんですよ。そこら辺 の、 その国との調整というのは今後どうお考えですか。あの私は国会議員の時に国と別の形で国会に原子力をちゃんと監視する仕組み、規制委員会のものを作りました。でこういうところがこの岩盤は大丈夫だよ、再稼働大丈夫ですよと、こういう客観的な基準をもらわないといけません。だから国の行政が監視するのでは意味ないですから、我々国会でやりました。だからそういう専門家の意見をしっかり聞いた上でですね、あの政府が例えば前のめりになりすぎていれば、それは国の基本的には国が決めることです。大きな基本のエネルギー政策も安全保障政策も、しかし東京の都政を預かる者としてはこういうこともお考えいただけないでしょうか。それはあの安倍総理に対しても申し上げることはあのやろうと思っております。
ありがとうございます。どうぞご指名してください。はい。2時間ほど前に細川元総理が小泉元総理の支援を受ける形で出馬表明をされました、はい、どのように受け止めてらっしゃるでしょうか。私は民主主義社会というのは資格のある人、被選挙権のある方はたくさん出て堂々と政策論争をやればいいと思ってますんで、どなたが立候補されようと私はそれは結構だと思います。そして一番大事なのはこの東京をどうするんですかっていう政策、まあ、私簡単に仕事に申し上げましたけれども、そういう政策を掲げていただいて、もういくらでも討論をしたり、議論をしたりして、そして都民の皆さん方に、私の政策とこの候補者、こちらの候補者、どちらをお選びくださいますかということを問うて、そして、できれば頑張って自分の政策のいいところを訴えてですね、そしてまた謙虚に皆さんの声に耳を傾けて当選させていただきたいと思ってますから、それはもうどなたが立候補されようと、もう大歓迎というか民主主義の活力になりますから大変結構だと思ってます。はい。細川元総理が出馬されるかされないかでこの選挙戦の構図というのは大きく変わると思いますか。自身は全くそういうことは考えておりません。まだ日にちがありますから、どなたが出てこられようが、私がさっき申し上げました政策を正々堂々と都民の皆さん方にお訴え申し上げて信を問う。だから全くそこは何にも気にもしてませんし、そういうご質問であったようなことも考えたこともございません。はい。ごめんなさい、ちょっとお水飲ませていただきます。どうぞお名前と所属と。東京新聞永山と申します。先ほどあった質問のちょっと具体的な部分をお聞きしたいんですけれども、原発政策です。一日も早い原発に依存しない社会を作りたいということですけれども、つまりそれは即何年後に原発に依存しない社会を作る、何年後と具体的なものがあるのかというのがまず1点、はい、あと再稼働の是非についてはどうお考えかということをまずお聞かせください、はい、あとごめんなさい、もう追加もう一つ教えてください。あと、選挙資金の話なんですけども、猪瀬知事が、お金をめぐる問題でお辞めになりました、今回お金というのも一つ注目点になるかと思いますけれども、政治とお金の不信というのをどう払拭するか、これも合わせてお答えください、はい、最初の問題ですが、これはもう私は新しい政党新党改革を作った時も公約の中にもどういうふうに書こうかで、いろいろ研究もしました。ですから30年とおっしゃる政党もいれば40年とおっしゃる政党もいる、まあ感覚的にっていうか一般的に言うとそんな感じだろうと思いますけど、これはもう少し細かくいろんな要因を重ねていかないと、もう40年だとか50年だとか20年って最初から言える話じゃなくて、例えばですよ、シェールガスのシェール革命のようなものが出てきたときにコロッと変わる可能性がある。で、まあそういうことを入れながら、ですからちょうど私思い出すのは年金記録の解決をするときに工程表を作りました。作って一応のめどは作ったんですけども、やってみてちょっとこれじゃ間に合わないよとか、あ、これは早くいけるよってことで、あれ確か一月に1回ぐらいは記者会見をして、ここはこう修正します、それはこういうルールでしたから、だから政治行政は透明性があるべきだと思ってますから、公開で討論しながら賛否あると思います。じゃあ例えばシェールガスの専門家の意見聞いたら、ああそうか、これ入れればあと5年早くなるな、こういうことをやっていきたいと思いますんで、今はそういうふうに思ってます。それから再稼働は先ほど申し上げたように規制委員会や何かのいわば中立的な方々の意見をきちんといただいてその上で決断すべきだと。だからその意味では非常に慎重であるべきであるし、そして何のため私たちが国会であれ作ったか、行政に左右されない中立なものを作ろうということで、まずそういう国会を中心とした中立的なところの意見をいただいた上で最終決定すべきだと思います。それから政治と金の話が出ました。やっぱり私の理想は政治に
お金がかからないようにしたいなと。だから普通の都民の皆さんが、あ、政治変えたいというときに、もう自由に区会議員でも市会議員でも知事選でもできるような体制にできればどうなんだろうかっていうのを考えています。そして今政治資金規正法を含めてきちんと法律があって、それにのっとって、公表するようにしてますから、そうしていけば何の問題もないと思います。14年前の都知事選挙に出たときは、私が報告書をきっちり最大漏らさず書きましたけれども、1200万円でした、大体使ったお金。しかしそのうちの400万円はボランティアで来た方々を1日8000円として計算して、全部その人たちの寄付として書きました。それからジュース持ってきたり菓子折り持ってきた方々も、ジュース何本で何千円だっていうのはそれまで見てください、書いてます。だから、あの時は本当に手作り選挙で結果は負けましたけれども、もうその一番最初の政治を選挙をやった時から、これだけはしっかりしないといけないと思ってますんで、今回選挙に出てもその原点はしっかり貫き通していきたいというふうに思っています。どうぞご指定してください。TBS テレビの蓮見と申します。はい。そうすると、じゃあ確認になりますが、今日昼過ぎにですね、細川さんと小泉さんが会見をした際に、小泉元総理の言葉として、原発がなくても発展できるグループ、それから原発がないと発展できないというグループとの戦いなんだという言い方で話をしていたんですが、この発言についてどう思うか、そして増田さんの大きなスタンスとして今後どういう方向性でやっていかれるおつもりなのか、まずはそこの確認をお願いします。私はそういう二律背反的な右か左かとか白か黒か、どうも直接聞いてませんし、報道でも見てませんが、今のあなたの言葉がその通りだとするとですね、ちょっとそういう二律背反じゃないんじゃないかって、国民にですね、あんたどっちですかって聞いて、はい右はい左って言えるんでしょうかと。私はですね、いろんな世論調査なんか見てもどうでしょうかね、圧倒的多数の国民はやっぱり原発依存をやめようと思ってらっしゃるし、だけど今日即座にゼロっていうのもちょっとこれ無理じゃないかっていう方が非常に多いんじゃないかっていうんで、やっぱり原発に依存しない社会を作っていくんだと。でしかしそのために手順とか技術革新とか、それこそ再処理の問題とか、ゴミどこに捨てるんですかと、原発のこういうものあるんで、それ一つ一つこう積み上げていってですね、その上でやっていく、その時に非現実的な夢物語であってはダメだっていうのは国民分かってるんで、しかし最終ゴールは私の感じだと日本国民みんな同じ方向を向いてるような気がしますから、ちょっと私はそういう2つの陣営の戦いが都知事選っていうのはしっくりなんか理解できないし、先ほど私が順番だって言ったように、それ医療介護とか大地震対策とか東京オリンピックとか経済良くするとか、その政策ないんですか。いや、あなたは小泉さんじゃないんで、細川さんじゃないんで聞いてもあれなんだけど、その政策をむしろお伺いしたいなと思いますね。その今後正式な会見があるんだと思いますが、はい、たまたま今日の午後のぶら下がり取材ではそんなようなことをおっしゃってたということなんですけど、はい、ありがとうございます、はい、そうすると都知事になるった場合、東京電力の大株主になるわけですけれども、はいはい、これ例えばさっき新潟には足を向けて寝られないとおっしゃっていましたが、柏崎刈羽原発、はい、これ今後、再稼働などどういうふうに方針というか、先ほど他の方から意見を拝聴してということもおっしゃってましたけど、どういうふうに今の段階で考えていらっしゃいますでしょうか。先ほど申し上げましたように、国会がきっちりやるんだと、時の政権に左右されちゃいけないということで、中立的な組織を私も入って作りました、国会議員の時に。ですから、こういうものを活用して、専門家の意見をよく聞く、そして国民の意見を聞く、新潟の方々がどう思ってんだ、生産地の方々の意見を聞く、泉田さんが知事でやって一生懸命頑張っておられる、で福島は佐藤雄平さんが知事さんやって一生懸命やってる、みんな私の古い友人です。ですから国会時代のこともありますから、よく聞いて
やっぱり現場の福島や新潟の皆さん、特に新潟ですね、今おっしゃったの話を聞いて、そして東京電力の筆頭株主ってどうするんだ、それよりもまず東京という一番電力を消費している大都会の知事としてどうするんだ、こういうことを一歩一歩詰めていって慎重にいきたいと思ってます。もうそこは政府が前のめりになりすぎるならば、まあ知事の立場から国政の場にどうこういうのは文句あるかもしれませんけど、少なくとも全国会議員として国会に中立的な組織作って監視しようって言ったわけですから、その監視とか提言はやっぱり謙虚に政府も聞くべきだと、これは申し上げられると思ってます。ありがとうございます。どうぞ。すいません、お待たせしてさっきからお手上げてて。ビールジャーナリストの田中隆作と申します。よろしくお願いいたします。はい、ネガキャンに手を貸すような、質問はしたくないんですが、ちょっと厳しい質問させていただきます。08年の末に、日比谷公園でありました派遣村をめぐって、当時松井厚労大臣の発言に、事実誤認があったとして、弁護士はじめとして実行委員会が、撤回と謝罪を求めていますが、それについてはどうされたんでしょうか。あの時のことを思い出しますと、日比谷派遣村ですね、それで私が理解している限りにおきましては、これも大変寒い時でしたから、厚労省の講堂も開けて、ぜひ皆さんってやりました。で、あの時にですね、で皆さん何が欲しいんだと、働く場所、それから寝泊まりするところ、そして食べ物、そうすると、じゃあ、就職口探すんだな、厚生労働大臣ですから、たくさん求人票が来てます。そしてそれをですね、4000枚持っていって、そして、まあ、私が一人一人渡すわけじゃありません。で、その時に担当にこれだけあるということで、皆さんにお諮りしたらどうか。で、その時に返ってきた答えは、どなたも応じませんでしたっていうのをもら、その話でしょ。はい、もらって実はですね、私はその派遣村があるもう1年も前から非正規労働の取材してまして、それとですね、派遣村はもう6日間べったりついて取材してました。はいはい、これはですね、当時松戸厚労大臣の発言としては、その4000人分の求人票を持っていったが一人も手を挙げなかった。そうです、そうです、その通り。違います、これは私、何十人も何百人も書いたのを見てます。そうですか。はい、うん、でだから間違った報告を受けてたんだと思います。はい、実際書いてました。そうですか。はい、私が役人からもらったのは、大臣一人も来ないんですよって言うんで、私は一生懸命持っていかせるのになんで来ないんだってことを率直に申し上げたんで、もしそれ間違ってればそれは大変申し訳ないと思います。その見せかけの求人とか来てたんですよ。だから見せかけの求人。あ、そうです。はい、だから応募できなかったんです。そうですか。はい、分かりました。じゃあありがとうございます。教えていただいて、撤回されるってことですね。そちらが事実であればね。はい、はい、はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ最後に一つだけ質問させてください。1992年ですね、北九州市の市役所職員が、生活保護を受けておられる松井さんの、お姉様の扶養をちょっと面倒見てもらえないかと申し出たんですが、松井さんは断ったという話がありました。それいかがでしょうか。まあ、それをですね、まあ、ここで話すと若干長くなりますけど、かいつまんで申し上げますと、この生活保護の問題は憲法25条で決められた問題です。だから権利として非常に貧困な方とか生活に困っている方は助けるべきだと思ってます。そしてそこから先の話はいちいち話しませんけれども、それぞれの家族にそれぞれのお話とか歴史とか家族の葛藤なんかがあります。で、ちょっと私の例を横に置いて、この前、テレビでも公表された方の話をしますと、例えば父親に虐待されてもう命からがら逃げてやっとここまで生きてきたんだと、そしたら父親が生活保護にということになった。でお前も子供だから面倒見ろと言われてきた。だけどとてもじゃないけど苦労したおふくろは面倒見てるけど、自分としてはとてもじゃないけどそれはできない。
いうことをおっしゃって、まあ、家族のプライバシーにかかりますから、一つその例を申し上げて、私も実は全く同じような状況があるんです。ですから、それは市役所にも説明して、もうこういう状況なんですということを申し上げました。ですから、ついでだから申し上げますと、親族の扶養義務、民法にあります、生活保護もあります。しかし、扶養義務がかかる親族っていうのは、三等身、三親等なんですね。ということは、皆さん方のおじさん、おばさん、姪、おいっ子なんです。そうしたときに、例えば、私は何十年も会ってない、どこにいるかもしれない人も親族です。血がつながってるだけ。その方、おじさん、おばさん、虐待されたかもしれない。もう家族で喧嘩したかもしれない。そういう方が生活保護を求めてきた。お前、おいっ子だろ。払えって言われたときに、私はやっぱり、よく調べて、どういう事情であるのかということでやるべきであって、意図的にね、やってるんじゃないんだと思うんです。ですから、よくそこのところは、水際作戦みたいなことで、こういうふうに決まったんだから、追い稼いではなくて、よく窓口で事情を聞いて、本当に支えないといけない人は支える。それで一つ例を挙げますとですね、韓国も生活保護を日本より遅れて入れたんです。で、これは儒教道徳の国ですから、おじいちゃんおばあちゃんからもう本当に親族全部見るようになってた。ところが今言った事情があって、毎回法改正をしていて、同居している親だけに限ることになりました。扶養義務っていうのは。だから、先進国の方向は、同居してるっていう条件とか、親だけとかいう、兄弟まで外したところがあります。ですから、私はこういう議論をきちんとやるべきで、それぞれ家族のドラマがあります。私もそんな、銀のスプーンを加えて生まれた子ではなくて、大変、母子家庭で苦労しましたから、いろんな苦労あって、人様がご苦労なさってる時に、ああ、この方もお父さん虐待されそうだったなってのは自分のように分かるんですね。ですから、反面ね、働けるのに働かないとか、もう生活保護のお金で遊び回ってる、これは徹底的にやらないといけないですけれども、しかし私はそういう人はごく一部で、圧倒的多数は本当に困ってて、先般法律できました。それで窓口で水際作戦やる。それからね、親族に迷惑かかっちゃいけない。もう何十年も会ってない甥っ子姪っ子に親族かかるから自分生活保護権利ですよ。憲法で定められる。それをね、言い出せないっていう状況は私は行政のやるべきことじゃないと思ってます。それは今行政がやってるんですよ。ですから私の信念は。そういうことです。だから不正はきちっと取り締まる。やるべきことはきちんとやる。しかし水際作戦でやっちゃいけない。で、この前の法律だって、なんとかね、まず生活保護に落ちるという言葉悪いけど、生活保護になる前に、仕事を助けようと。そのことを一生懸命やって、というようなことをやってるんで、いい方向で国の作った法律も使うようにしてやりたいと思ってます。この間私弁護士たちと厚労省の保護課ですね、社会援助局保護課の交渉にちょっと同席させてもらったんです。そうですか、はい、やっぱりね、水際作戦は温存してます、で明らかに温存してます、厚労省これからも、で、東京都としてはそれは今やらせないというふうにここ今言って断言していただけますか。その水際作戦って一般に言われてるから使っただけで、私が言えることは窓口で懇切丁寧にそれぞれの事情を聞いて、憲法で定められた日本国民としての権利ですから堂々と申請していただくと。そしてしかしながら片一方で不正は許しませんよ。
この態度でよろしいんじゃないでしょうか。今ですね、横行しているのは、役場の窓口で横行しているのは、もう花から受付させないんです。それと扶養義務もリストとか、所得別の大阪市みたいにリストを作ってたりして、ものすごいプレッシャー、もう間違いなくその親族に行くんですよ、連絡が。明らかに厳しくなってます。で、東京都はそれはやらないというふうに言っていただけますでしょうか。よく分かりましたけども、他の質問もいろいろあると思いますが、今のご意見は賜った上で、私は謙虚に皆さん方のご意見を賜るということを言ってますから、それでまたいろいろもっと時間あるときにゆっくりお話を聞かせてしてください。いい方向にやりたいと思います。すいません。日経新聞の朝から申します。はい。お願いいたします。はい。この週末にですね、お墓参りもされたというふうに伺ってますが、週末どのような、ふうにお過ごしになってですね、今日この日をお迎えになったのか改めてお願いします。はい、私は選挙に出るとか、大臣に就任した時もそうですけども、最初の選挙の時は母親まで生きてましたけど、認知症の母親がもう亡くなって、今先祖の墓に母親も入りました。で、もともとその政治の場を志したのはこの介護が原点でして、残念ながら私が参議院議員に当選した時には母親亡くなってました。ただ厚生労働大臣をやりましたんで、介護とか医療、自分のできる限りのことはやれたと思ってますんで、そういう思いでですね、先祖の墓に参りまして、決意新たに頑張って、原点を忘れない、母親の介護って原点忘れない形でですね、それは都民のため、国民のために一生懸命頑張るぞと、そういうことをやりまして、それで墓参りとともに神社にも行きまして、きちっと気持ちを清めて、都知事選に全力を挙げて臨むんだと、そういう決意を固めてまいりました。はい、ありがとうございます。NHK の本間です。すいません、はい、NHK の本間です。史上最高の5人にしたいというご発言がありましたけれども、具体的にどう成功させるのか、今競技施設などですね、建設費の高騰なども指摘されてますけれども、大量の財政出動をするということなのか、具体的にどういうイメージなのか教えていただきたいんですが、組織委員会の方が森元総理がご就任なさるような話を聞いておりますけれども、組織委員会とも連携を取った上で、その無駄なお金を使う必要はないと思います。しかし必要なところには手当てをして、これからきちんと見直すべきところは見直して、例えば新国立競技場ままでいいのか、若干縮小するというようなこともありますので、時間は限られてますけれども、ただ単にコンパクトとかいうような概念ではなくて、それは必要なものは皆さんの力で作らないといけない。そして先ほどちょっとマラソンの例を言ったように、私もスポーツマンですから、スポーツする人、そして見る観客が快適じゃないといけません。それから大事なことは、8万人収容する大きなスタジアムを終わった後に稼働してちゃんと維持できるんだろうかっていう視点もないといけない。だからオリンピックまではものすごい良かったけど、オリンピック終わったらなんか負の遺産ばっかりだったっていうのも困ると思いますんで、これは建築家もいろんな友人がおりますから、いろんな方の意見を聞く、それからできればロンドンとか、アジアではソウルとか北京が最近終わりになったんで、そういうところの経験も聞いた上でですね、そして何よりも都民の皆さんと都議会の皆さんと対話をしながら、いい方向を目指したいというふうに思ってます。そういうイメージでやりたいと思ってます。ありがとうございます。テレビ朝日ワイドスクラム奈良木と申します。今日この会見場でも原発のことが多く質問に出てますけれども、こういった都知事選で原発のことがたくさん質問が出る、これは細川さんを応援する小泉さんの影響もあると思うんですけれども、こういった原発のことが中心になっているような感じのことをどう思われているかということ、またもう一点、小泉元総理は自民党の方ですが、その方が要するに細川さんを応援されているというふうなことについてはどう思われているかということをお聞かせください。後者については自民党を除名された私を自民党の都連が支援してくださるということなんで、どこに所属していたとか、過去どの政党にいたとかいうことは政治の世界では
問題にする方もおられますけれども、先を見て未来の話をしてるんですから、そんな後ろ向きのことを考えてもしょうがありません。前に向かってやる。どの政党の方ともどこにおられたって、それは一人一人の政治家、今の大物政治家も見てください。どういう政党を転々として来られましたか、例えばというようなことが話になればもう不毛ですね。意味ありませんね。東京どうするんだって、オリンピックどうするんだって、介護や医療や生活保護どうするんだって、こういうことの議論をした方がいいんじゃないかと思いますんで、ただ 3.11 の後に都民も日本国民も知事も議会もエネルギー政策や原発の問題に知りませんということでは許されません。そこはきちんと議論したいと思いますけれども、決してこれがこの原発か反原発かで知事を選ぶんですかというと、私は違和感を感じます。はい、共同通信の中井と申します。すみません、失礼しました。はい、政策を初めにお語りになられてですね、オリンピックと、あと防災対策、危機管理、それと社会保障とおっしゃってまして、はい、非常に前進的にですね、都政を改革していかれようと、安定感を持って改革していかれようというようなご趣旨で発言になられていると思うんですけれども、まあ、逆にそういう、まあ、安定感を重んじられるというところがですね、舛添さんでしかできないというような改革の部分がなかなか見えてきづらいところだと思うんですが、今後つまりこれを私はやっていくんだと、大きくこれをやって改革するんだというようなですね、まあ、都政も改善すべき点多々あると思うんですけれども、そこをドラスティックにですね変えていかれるというようなお考えは今のところないのかということとですね、今後その政策の目玉として何かこれだというような大きな公約のようなものをお考えになってらっしゃるんでしょうか。はい、私は国でも東京都でも市町村でもトップリーダーっていうのは大きなビジョンを掲げて夢と希望を掲げてみんなの力を結集することにあると思います。それが最大の仕事である。しかし行政の長としては日々いろんな問題が起こります。で、私の厚労大臣の時も年金記録問題ありました。 C 型肝炎の問題ありました。中国の毒餃子の事件も起こってくる。それから新型インフルエンザが起こってくる。先ほどの派遣労働の問題も起こってくる。だからこれは着実に行政マンとして確実に結果を出していく。だから産婦人科のたらい回しって言われ、一番最初に医師不足ありました。今産婦人科の数増えてます。成果を上げることなんです。で、私はやっぱり政治や行政っていうのは透明性があって包み隠ししないということが非常に大切だと思ってますんで、そういう意味で都議会であったって都の知事であって正規ではありません。改革すべきは改革すべきだと思いますけども、なんか打ち上げ花火のようにパーンとこれやるぞあれやるぞって言ってそれで人を引きつけていくというような手法は私は取りたくないなと。これはおそらく厚労大臣を経験する前は私もそういうことをやりたいと思ったかもしれないんですけど、本当に大変な厚労行政になったときに口だけで改革言ってできるような話じゃありません。そして最終的に5万7千人という厚生労働省の職員をこの方向に動かすんだって言って彼らが動いてくれたからできます。年金記録だって大臣見たって診療報酬だってそんな細かいのは分かりません。20年も30年もやってるプロの役人の方がよく分かる。彼らの知恵を使ってある方向に向かって変えていくっていうことが必要ですから、私は打ち上げ花火的にそういうことをやる気はないんで、直面する都政の問題を一つ一つ解決しながら、どうもこれはおかしい、ここ変えないといけない、それを変えていく。政治はやっぱり結果責任ですから、ああ舛添さんが知事になって自分たちの生活こんなに良くなったなと、新宿の治安がこんなに良くなったかなと、そして介護を良くしてもらえるようになったなと、こ
こういうことを積み重ねるって一歩一歩石垣にこう石を積んでいって本当に健康な城ができるようなそういう政治手法を取りたいと思ってます。私はもともとメディアにいたし、要するにそういうその、まあ、テレビ的っていうかその劇場型っていうかそういうこともやった時代があります。しかしそれだけでは政治や行政の現場では動かないということを痛感しておりますし、結果出さないとそれは失格ですから、そちらの方をしっかりやる。だから小さな花火でいいから課題を提示してみんなで片付けて、そして気がついたらこんな大きな打ち上げ花火よりもでっかい仕事ができたんだと、こういう方向で行政を司っていきたいと思っています。はい、はい、フランス店の及川と申します。3点ご質問申し上げたいと思います。はい、1点目は新国立競技場の建て替え計画、今の、状態で計画でいいのか、2点目は森喜朗さんという、まあ、大変素晴らしい首相経験者がオリンピック組織委員会の委員長に就かれるのは、賛成か、あるいは別の人選をすべきか。3点目、石原都政において漫画の表現規制、有害図書規制や、あるいは性風俗の規制というのがだいぶ強化されましたが、この政策は今後も続けていくのか、以上3点です。まあ、まず第1点目ですけど、先ほど私申し上げましたように、8万人の施設をあとどう使うんだ、それから今少し縮小しようという案が出ております、財政的なものも。で、こういう緊急事態で、私が引き継ぎますから、引き継いだ段階でもう一度再点検をしてどういう方向にするかを決めたいというふうに思ってます。それから2点目は何、森喜朗元、これは森さんが適任かどうかっていうのはこれは皆さんがお諮りになって決めたことであって、私は国会議員時代に森喜朗元首相とは多くの仕事をしてます。で、例えば森さんについて私は自分の著書でもこういう表現を使ってます。偉大なる真空、これはバカにして言ってるんじゃなくて、包容力がありますから、みんなが支えて委員長こういうことがいいことですよと、こういう方法がいいですって言った時に画を通すんじゃなくて本当にいい意見を汲み取ってピシッとまとめる能力のある政治家だと思ってますから、それで私は尊敬を込めて森喜朗元首相は偉大なる真空だと、私みたいな勝手に好き勝手言う議員の意見も君の意見どうだって必ず聞いてくれましたから、ですからそういう面では私は森さん大変に信頼申し上げてるんで、そこから先は私になんていうかその人事の権限あるわけではありませんけど、少なくとも国会議員として森さんと一緒に仕事をした限りにおいては私が申し上げられることはそういうことです。それから、はい、これはですね、その青少年に対して害を与えるという面はしっかり注意しないといけないですけど、基本的に表現の自由、つまり憲法で定められた基本的人権は、これは人類が勝ち取った、まあ、天賦人権説というのはありますけど、人類がここまで苦労して、まさにフランスならフランス革命以来勝ち取った権利なんで、これはもうこれをしっかり守るというのは基本です。でそこから先公共全体のことを考えたときに、ちょっとそこまで行き過ぎだっていうのは、それはきちんと議会と議論をして規制すべきは規制すると。しかし基本はやっぱり自由、まあ、私がフランスに長かったわけじゃないですけれども、そういう考えでおります。よろしい。その先ほど質問で、はい、性風俗の憲法というのを石原さんがまあだいぶ浄化していったんですけれども、この政策については今後も継続していくつもりでしょうか。まあ誰が見てもちょっと恥ずかしいなと思うようなもので、こういうのをオリンピックに来られた方々に晒していいんですかっていうのは、それはやっぱり基本的な常識っていうところに収まると思いますから、そこは今のような考えです。よろしいですね。はい、まだよろしい。時間もありますので、
あといくつかに限っていただいて、はい。はい、新宿、新宿新聞の木田と申します。どちらに、俺ちょっと顔が見えないんで、はい、ちょっとあれ、お立ちいただけた方がちょっとそこ後ろで顔が見えない。ありがとうございます。はい、新宿新聞の木田です。はい、首都直下型大地震に対してですね、やはり大きな問題は帰宅困難者の問題ではないかと思うんですね。はい、それで例えば新宿だけでもですね、帰宅困難者は19万人、あふれると言われております。この人たちがどこに避難すればいいのかということでですね、石原都知事の時代から猪瀬さんの時代からすべてその新宿の場合でしたら超高層ビル30数棟あるんですね。そこに一時避難場所として、収容したらいいんではないかという話がかなり出ておりました。それについて、どうお考えになってらっしゃるかということと、それを一つの都知事になったら早急に実現したいということをお考えになるかどうか。はい、よろしいですか。はい、結構です。はい、はい、大変大事な問題なんで、これは都の持ってる施設だけではなくて、民間の持ってるさまざまなビル含めて、使っていただける、使っていいよというところは、必ずこれは使えるようにして、これはもう官民挙げてやらないとできない仕事です、そういうことを思ってます。それと私はたまたま先ほど申し上げた、あの日は上海にいたんですけども、3.11 は、もう家族が車で移動するんで大変苦労して、っていうのを聞いてますし、その状況はよく知っておりますんで、そのこともあるんで、仮にですよ、新宿に通勤なさってる方の半分でも自転車使っておられれば、要するに結構走っていけるんじゃないかということも考えてるんで、自転車っていうのはその防災対策にもある意味ではなりうるかなと。そういうことも含めて総合的に帰宅困難者の足というか宿泊所を確保する、食料を確保する、いいことはどんどんやっていきたいと思ってます。はい、超高層ビルというものはですね、大変安全な場所として、皆さんが求めているところなんですね、避難場所として。それがまとまって、例えば新宿地域には30数棟あるんですよ。はいはい、ですから、そういうところをですね、どんどん開放していくんだと。それは一つの決意を持ってやっていかないとなかなか進まないんですね。はい、そのことをぜひお考えいただけるものなのかどうか。はい、都民の生命と財産を守るのが都知事の仕事ですから、それにプラスになることはどんどんやっていくということです。よろしいですか。あと次の、すみません、読売新聞の工藤です。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどからですね、まず防災対策と社会保障の問題というのを2つ、あと五輪もありますけど挙げられていると思うんですが、防災対策に関してなんですが、例えば何か具体的にここをこうしているふうにして東京災害に強い都市にしたいとかですね、医療も社会保障もそうなんですが、もうちょっとこう具体的な政策目標だとか数値目標だとかがあればお伺いしたいんですけども。数値目標というよりも、例えば首都高速でもそうですけど、点検して、これ首都高速今から手直しをやっていくでしょうけども、あれを今のままの状況に放置しててはとてもじゃないかけども老朽化でダメだと思います。それからいつも具体的なことを考えるとき、やっぱり例えば道路交通が遮断して車で救助に向かえないときに空からやってきますね。空からやってくるときにもう少しヘリポートとか空路が使えるようなことができないか。私は外国長くてスイスに長いこと住んでたんですけども、あれはね、高速道路の中央分離帯すぐ外せるようになって、そこが飛行場に変わるんです。したがって彼らの発想は滑走路できるような高速道路を作る。ところが日本の高速道路の作り方は居眠りして事故があるといけないから、できるだけカーブ作る発想が違うんです。だから今からの街づくりは今言ったような発想を入れて、
火が起こったときに火災をどこで遮断するか、破壊消防というやり方、こういうものをカンナナとかカンロクとかカンパチとかを上手に使っていく、こういうことをやらないといけないのと、もう一個具体的なことを言いますと、やはりその環境問題含めて、東京都の交通渋滞、ものすごい経済的なロスです。例えば関陸、失礼、その東北の方に東名高速の方から来たときに、私の家の近くの大橋のところのジャンクションができて、都心まで入らないで東北道に行けるようになりました。あれで随分緩和する。だから全体のサークルって交通のループをきちんと作るとともに、パークエンドライドというやり方で、都心になるべく車入れないで、郊外の例えば環七の環七の手前で車が止まって、そこから公共交通機関を使うんですと。だから交通政策っていうのが、トランジットモールっていう言い方でもいいです、パークエンドライドって言ってもいいです。それがちょっと欠けてるように思いますから、これはぜひその交通を担当する部局と、それから国土交通省ときちんと話をして、そこを特に手を入れたい。でその関連において自転車っていうのも発想に出てくるですわけです。それから社会保障についてはですね、具体的にっていうと、今一番困っているのは特養や老健が足りない。で杉並区が伊豆半島に土地求めて老人の施設を作るっていうけど、なんとかならないかと。それでそれはもう箱物作ってそこに入れるしかないっていうこと、この発想じゃなくて、新宿でも私の住んでる世田谷でも、自分の町がコミュニティとしてそれ全体が施設であると。だから徘徊老人が鍵をかけて施設に閉じ込めるんじゃなくて、徘徊する人を街中出てきてもみんな住民が面倒を見てくれる。だから地域包括的なケアをする、これは厚労大臣の時からもうみんなでそういう方向で地域で見ようということを進めてきまして、少しずつ法的な整備も進んでますんで、東京都民は本当に人情厚いんだと、隣近所の安全みんなで守るんだと。だって下町なんて消防自動車入れないんだから、そうでしょ。でみんなで頑張って火消すしかない、そういうことをやっていくということが、住民の協力を得て、そしたらそれは税金も使わなくて済むんです。そういうことを一つ一つ都民の声を聞きながら、現場第一主義で現場見ないと非常の空論じゃ分かりませんから、下町ってここどうだというようなことを見ながら、もっともっと具体的な政策を作って実現していきたい、そういうふうに思っております。ありがとうございます。あと一人ぐらいですか。あと二人お願いします。はい、写真撮影もあるんで手短にお願いします。はい、そうか、写真撮影があるんだすいません。すいません、フリーランスの小川と申します、はい、よろしくお願いします、はい。ちょっと昔話になってしまうんですけども、見延知事の時には記載訴訟というので国と戦いました。そして石原都知事の時は、地方法人特別税というもので、国と戦ったんですけども、この財源問題というのは常に東京都と国の戦いでありまして、現在もその地方法人特別税は国が徴収しているんですが、これを猪瀬知事の時は改正とかいろいろあったと思うんですけども、知事になられましたら、どういった形で国と戦って財源を確保していくとかというのをお伺いできればと思います。はい、まあ一番要するに答えから言うと、そこでどっかで妥協を見出さないといけないんです。私が厚労大臣の時は国とってるけど、これは財務省と戦っていかに難病対策のお金取ってくるかっていうようなことを大変苦労いたしました。で、まあ、総務省がいて財務省がいて、それで例えば記載制限の時にいろんなこの地方自治法とか財政法の問題もありますから、そういうのを総合的に判断しながら、私が言えることは、与野党を含めて今の国政の場にはもうほとんど一緒に仕事はした仲間がたくさんおります。一緒に閣僚をやった仲間もいます。だからきちんと戦って取るっていう、そういうポーズじゃなくて、国が非常に困ってるときは東京とか援助したこともあります。で今度は東京こんだけ大事業やるんですから、国もお願いしますというようなことでやらないといけないし、ここはね、もう時間ないから手短に話しますけど、その地方自治やるときにおっしゃる財源の問題が一番大きな問題になるんです。それでなんで東京で稼いで俺たちが払った税金を中央にばらまかないといけないのか、だけど地方から言うと、そんなこと言ったって俺たちだって日本人じゃないかと、こんだけ稼いでるとこちょっと助けてくださいよってあるんで、
まあ、政治の世界というのはどっちかが 100% で勝つわけじゃなくて、きちんと話し合いをしてできるだけ納得のできるところで双方でやると、そんな感じでおります。ありがとうございます。あと朝日新聞の後藤です、はい。じゃあ最後言って、まあ、オリンピックのことなんですが、まあ、オリンピック組織委員会にですね、オリンピック組織委員会にですね、はい、東京都として都知事としてどういうふうに絡んでいくべきかということのお考えと、あと最近その出馬する際にですね、まあ、首長選で1期4年とか2期8年というふうに区切って出馬する方もいらっしゃいますが、東京は6年後にオリンピックが控えていて、そのオリンピックまで知事を続けるおつもりになるかということ、気が早いですがもし伺えれば。オリンピックに対して一義的に責任を持つのは組織委員会です。そして組織委員会のリーダーになる方がクリエイティブな発想で、例えばロスのオリンピックの時より本当に斬新な政策を出す、こういうことが求められている。しかし主催都市である東京としては自分たちの責任の範囲でやらないといけないことがたくさんあります。これをきちっとやる。でだから東京都と組織委員会が対立するとかいう話ではなくて、やはり必要な話はしてきちんとやっていくということが必要だと思います。それからお前は2期やるのかというご質問で、私は最初からそんなごんまなことを言う気はなくて、これは民主主義の主人公は国民です。有権者ですから、有権者がご判断なさると。しかしながら6年後にオリンピックがあるということは、それを成功させるために工程表を作って一歩一歩踏み重ねていかないといけないわけです。ですから今回の知事は4年間で全部終わったじゃなくて、6年後の東京五輪ということを掲げて一歩一歩踏み固めていくと、その展望がないとこれは失格だと思います。しかし4年間マス沿いにやらしてみたなと、しかしこいつはこの4年間全然ダメだったじゃないかっていうと、そこは都民がご判断して、じゃあ次のもっと優秀な人を持ってくればいい。しかし、まあ、4年間マス沿いを頑張っていい成果上がったと、このままやってくれというんなら、それは都民が選ぶんであって、あれは有権者が主人公ですから、そこは明確に申し上げておきたい。ただしオリンピックと目標があるわけですから、そこに向かって少なくとも6年、それからね、オリンピック終わったら終わりじゃなくて、じゃあ国立競技場を含めて後の施設の使い方どうするんだ、そこまで責任持ってしっかりとプランを練った上でこの2月に仕事をスタートするということが大事だというふうに思ってます。じゃあよろしいございますか。じゃあなんか写真撮影室の方あるみたいなんで、そちらに移ります。どうも長いことありがとうございます。また機会を見てできるだけ皆さん方のご質問にお答えできるようにいたします。どうもありがとうございました。こちらです、はい、はい、ちょっと、はい。